アドルフ・ビュルツ・シャルル・アドルフ・ビュルツはフランスの科学者である。ブルツ、ウルツとも表記される。ストラスブールの近くボルフィスハイムに生まれる。1834年にプロテスタント系のギムナジウムを卒業した。父親はルーテル教会の牧師であり、ビュルツに進学を学ぶことを望んでいたが、彼が薬学の道に進むことを許した。 科学的な面に特に情熱を傾けて成功を収め、1839年にはストラスブール大学薬学部で科学課長に任じられた。1843年にアルブミンとフィブリンに関する論文で医学博士号を取得した後、ドイツギーセンのユストゥスフォン、ディービッヒの下で学んだ。1年後にパリに戻り、 ジャンイコール・バプティスト・デューマの私有の研究室で研究を行った。1845年、薬科大学でデューマの助手となり、4年後には有機化学の講座を与えられ、講義をするようになった。薬科大学の彼の実験室は設備が非常に貧弱だったので、これを補うため1850年に個人的なものをルーガレンシアに作ったが、すぐに、 建物が売られてしまったため、この実験室は諦めざるを得なかった。1850年にベルサイユで新設された農芸科学研究所で教授職を得たが、1852年には廃校になってしまった。翌年、デューマンの辞職により薬学部有機化学講座に、マシューオルフィラの死去により、鉱物化学、毒性学講座にそれぞれ空席ができた。これらが合併されて、 新しい講座となり、ビュルツが教授として就任した。1866年に薬学部長に任じられると、ドイツに比べて、かなり遅れていた、学生教育用の実験室の整備のため、建物の再編、再構築に努めた。1870年の彼の報告書レオートエチュード、プロティックダンレユニバーサッツアレマンドに記録が残っている。1875年、 薬科大学の学部長をお辞して名誉学部長となり、政府に働きかけてパリ大学に有機化学講座を作らせ、そこで初めての教授となった。しかし、満足な設備が整った実験室は与えられず、結局完全なものが開設されたのは彼の死後のことであった。ビュルツはヨーロッパに存在するほとんどすべての科学系学会の名誉会員であった。 パリ科学会の設立者の一人であり、最初の幹事となった後、幾度も会長を務めた。テオフィルジュール・ペルーズの後継として1867年にフランス学士院に入り、後に副会長、会長となった。1881年には国民議会の議員となった。ビュルツの最初の学術論文は1841年のジアリンさんに関するものであり、 その後もリン酸に関する研究を続け、チオリン酸、リン酸トリクロリド、水素化銅を発見した。しかし、主な鉱石は蒸気の無機化合物ではなく、有機化学に関するものである。彼は、シアン酸エーテルの研究によって、有機化学に新たな一分野を開拓した。 金属カリウムをシアン酸エーテルと反応させることによってアンモニアの最も単純な有機物誘導体であるメチルアミン、そして尿素を合成することに成功した。また1855年、それまでグリセリンから得られていた種子の誘導体を調査し、一般的なアルコールは一つの水分子の方が関与する性質を持つのに対して、グリセリンは三つの水分子の方が関与する。 アルコールであるという結論に至った。さらに、この結論をもとにして、二つのヒドロキシ元を持つアルコールであるグリコール類を発見した。この発見の後、徹底的にエチレンオキシドやポリエチレンオキシドの研究に取り組んだ。グリコールを参加することで乳酸の誘導体を作り出し、その構造についてヘルマン・コルベと議論することによって、ヒドロキシカルボン酸や、 アミノカルボン三類についての多くの新事実や解釈をもたらした。1855年、今日知られているウルツ反応を発表した。1867年、トリメチルアミンとクリコールクロロヒドリンの反応により、ノイリンを合成した。1872年にアルドールを発見し、それがアルコールとアルデヒドの両方の性質を持つことを指摘した。 これらの新規化合物合成に加えて、当時、アボガドロの法則への判例として挙げられていた、異常な蒸気密度に関する研究でも功績も挙げている。オレフィンの研究をしていたとき、温度が上昇するにつれて、アミレンヒドロハライド類の蒸気密度に変化が起こる、ことに気づいた。温度が上昇するにつれて、 蒸気密度はほぼ正常な蒸気密度から最終的には正常な値の半分にまで変化した。この現象から塩化アンモニウムや誤塩化リンで見られる異常な蒸気密度は分子の乖離によって説明できるという説に賛同した。1865年からいくつかの論文でこの問題を扱い、特に放水クロラールの蒸気の乖離について、 アンディド・ビーユやマルセラン・ベルテロと議論を続けた。1852年から1872年までの21年間に、渡り、フランスの科学研究を収録するアナール・デ・チミエイで、フィジック氏で、編集委員となった。1869年から、他のフランスの科学者と共同して、リクシオナル・デ・チミエ・ピュアイアプリケの編纂をはじめ、1878年に、完成させた。 1880年から1886年に2巻の図王保版が刊行され、1892年にの第2、図王保版の出版が始まった。他の著書には、チミエメディコル、レッスンズエイリーミンテルでチミエモダン、テオリでアトミーズ・ダンラ・コンセプション・ジェネラル・ジュモンド、ラ・テオリ・アトミック、プログレデール、アンダストリーでマティエル・カランツ・アーティフィキルズ、トレートでチミエ・ビアロジックがある。また、 イストワールでドクトリンズ・シュミックは、上記の時点の導入文であったが、1868年に、この部分のみが出版された。これは有名な序文、科学は、フランスの科学であるから始まる。ビュルツの生涯と、業績、法文リストは、ブレティン・デラ・ソシエテ・キメック氏に1885年に、掲載された、シャルル・フリーデルによる電気や、バー・ドゥート・シー、 ヘルン、下世一種に2887年に掲載され、ツアエアリネールにアンボレンジガンジーンフロインデ氏の3巻2888年に再掲載されたアウグスト・ビルヘルム・フォン・ホフマンによる、電気でも見ることができる。ありがとうございます。